ホンダ NSR500、NSR500、NSR500 は、ホンダレーシング、HRC が開発した、競技専用のオートバイ。2ストローク 500ccv 型4気筒エンジンを搭載したロードレーサーである。500cc という排気量から、初代 NSR は 140PS、最終的には 200PS を超えると言われるまでの、パワーを発揮した。 年々のパワーアップ競争で常にライバルのヤマハやスズキをリードしていたと言われがライダーのコントロール能力を超えるほどのハイパワーは諸派の剣となる。その課題解決策として1992年に投入されたビッグバンエンジンはその後の GP マシン開発の方向性に大きな影響を与えたエポックメイキングな技術であった。 1984年から2002年までの19シーズン HRC からオートバイロードレース世界選手権 WGP に投入された競技専用車両 NSR とはニュースプリントレーサーオブリサーチの略称とされている HRC 車内故障は NV レーの後ろにアルファベット順で開発年の順に割り振られている例えば 初代 NSR500 である84年型は、NV 0イ A85 年型は、NV レイ B86 年型は、NV 0イ C87 年型 NSR500 は、NV レイ D という具合に、当時、アルファベット順とも言える、社内故障となっている。ただし例外はあり、89年型 NSR は、NV レイ H だが、翌90年型 NSR500 は、 90NV0H となっている。これは、毎年開発年度順に、社内で予算が組まれるのだが89年型と90年型が、一つの予算枠で開発された経緯によるもの。また、NV0O も飛ばされているが、これは、数字のゼロとアルファベットの O が紛らわしいという、理由である。4期筒化で、パワーの本題1983年当時、 主力マシンであった2ストローク V 型3気筒エンジンを搭載したホンダ NS500 は小型、軽量、低重心を開発の主眼に置き、軽快な旋回性能と素早い立ち上がり加速を武器に、エースライダーのフレディスペンサーを中心としてシーズンを戦っていた。各ラウンド全体を俯瞰してみると、低中速サーキットではマシン開発の目論見通り、旋回及び、 加速性能を存分に発揮し、優勝を含む、高成績を収めたが、舞台が高速サーキットや、アップダウンの激しいサーキットに移ると、絶対馬力に勝る V 型4気筒エンジン搭載の、ヤマハユーザー500のゴミを排する結果となっていた。そこで、ホンダは1983年シーズン当初から、将来のグランプリを長いスパンで戦い抜ける性能を、 持つ新型マシンの開発に着手した。ライバルのユーザー500と同等かそれ以上のハイパワー、かつ NS500 データ、軽量、低重心を兼ね備えたパッケージを持つニューマシン。それが NSR500 プロジェクトのスタートであった。約1年間の開発期間を経て登場した1984年モデルのタイプ -1 は非常に先進的なレイアウトにまとめ上げられていた。 通常はエンジンの真上にある燃料タンクをエンジン下にマウントしているため排気管をエンジンの上に通すという独特なレイアウトを採用。重い燃料タンクを車体下部に置いて重心を下げ燃料の減少による操縦性の変化を抑えようという狙いがあったようである。またこの特徴的なレイアウトによる熱害によるキャブレーション問題と 異常なほどの整備性の悪さも重なった。具体的には燃焼ガスによって高温に熱せられる、排気チャンバーが吸気を熱してしゅうというものだった。このキャブレーション問題をさらに詳しく言えば、ベルギーのスパやオーストリアのザアルツブルクリンク、ドイツのニュルブルクリンクなどの標高の高いサーキットでは、空中の酸素濃度も薄くなるため熱害がさらに深刻になりプラグのかぶりもひどくなって、 本来のパワーが出せないというものだった。また、整備性の問題はもっとひどかった。通常であれば、エンジン上部にある燃料タンクを取り外せばアクセスできるエンジン周りが、排気チャンバーを外さないと整備やセッティング変更ができないのである。走行直後では、排気チャンバーは排気熱で非常に高温になっており、外すこと自体も困難だったため、 キャブレターのジェット変更やプラグ交換、プラグの焼け具合のチェックに一つにすら苦難伴う、というメンテナンス性の低さ等々により、タイプ -1 の独創的レイアウトは長く、採用されなかった。翌1985年型のタイプ -2 以降は、燃料タンクがエンジンの上に、そして排気チャンバーは、エンジン下を通る、一般的なレイアウトに変更された。 心臓部の2ストローク 500cc エンジンは1984年から1986年までシリンダーハサミ角90度の V4 エンジンで排気チャンバーは前方に伸びるレイアウトでキャブレターは後方に気筒の背後に位置してお1987年型のタイプ D 以降2002年の最終型までハサミ角112度の V4 エンジンで排気チャンバーは全2気筒が前方5 2気筒が 後方に伸び、キャブレターは V バンク内に位置するレイアウトとなった。を採用。当初90度の挟み角で向かい合うシリンダーの間に、キャブレターをレイアウトする空間が取れず、後方に気筒の後ろにキャブレターを配置していた。このため、後方に気筒の排気ポートを前方に向けて、取り回すより他はなく、結果、排気チャンバーがエンジンの下側で複雑に絡み合う状態となっていた。 1987年以降、NS500 の経験から、シリンダーの挟み角を112度へと変更。互いに向き合うシリンダー間にキャブレターをクレアウトに変更。この変更により、後ろ側2気筒は、ストレート形状の後方排気となり、車体下部のボリュームダウンと排気系の取り回しが改善されている。1988年までは、 シリンダーの点火順序は90度等間隔、爆発方式、1989年には、サーキットの特性に合わせて、180度等間隔同、爆使用のエンジンを使用したと言われている。また、ヤマハやスズキと同様の二軸クランクシャフト方式のエンジンが試作されて研究されていたが、当時の HRC 社長である、福井武雄のサルマネするナの一言により、 実戦への投入の申請は却下さた。1992年には、それまでひたすらにハイパワーを追求して、他者を引き離すという、馬力市上主義とも言える開発方針を転換。ライダーに扱いやすい、カト特性で、エンジン出力をタイヤへ導くことに目した、不等感覚位相度爆方式と呼ばれる技術を採用。この新エンジンは、通称ビッグバンエンジンと呼ばれ、 シーズン序盤から圧倒的な優位性を発揮した。あり余るハイパワーを確実に路面に伝えるため、エンジン出力の過渡特性を改善した技術はこのシーズンを席巻。エース・ドゥハンは開幕から連勝を重ねることとなる。1990年頃から NSR の開発に発言型を持ち始めたマイケル・ドゥハンの意見により、ライダーに扱いやすいエンジン特性が重要視され始めた。 また、マシンのパッケージに大きな変化を与えず、前年モデルをじっくりと熟成させていく方針もドゥーハンによるところが大きかったと言われる。1997年シーズンには、このビッグバンエンジンの技術をベースに、かつての等間隔爆発に近い点火順序を与えた、スクリーマーエンジン仕様の NSR が登場。この新しい試みのエンジンにテストで交換色を得た。 ドゥーハンは、ただ一人、スクリーマータイプのエンジンを選択。1989年以来、等間隔爆発のハイパワーエンジンで戦った、過去の経験が十分活かされ、このシーズンは、ドゥーハン単独で12勝をマーク。両友のアレックスクリビーレと、岡田忠行のビッグバン仕様での勝利も合わせ、コンストラクターとして、シーズン全勝の記録を残す、圧的な強さを示した。 以降1998年から2002年の最終型までスクリーマータイプのエンジンが標準仕様となった。1999年のドゥーハン引退に伴い一時期開発の方向性を失い低迷しかけるが2001年に大幅な設計変更を受けイタリアの新鋭バレンティーノ・ロッシがシーズン11勝を挙げチャンピオンを終えし再び圧倒的な 速さと輝きを取り戻す。2002年、加藤大二郎により、最後の活躍を果たし、次世代のニューマシン4ストローク 990CCV 型5気筒エンジン搭載の r c 2 1 1ボルトへと主力の座を明け渡し、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。